ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん、速報ですよ。はい、まあ、速報まで早くはなかったけども。ちょっとね、速報だったけど、ちょっと豊さんの都合上。まあまあ、そうだな。この時間になりましたが。はい、すいませんでした。はい、電撃トレードということで、はい、巨人の松原選手と、西武の若林選手のトレードが成立ということで、はい。はい、これ開幕して初めてのトレードですかね。まあそうだね、うん、交流戦終わって、まあ、すぐぐらいに、うん、トレード発表あるかなっていうふうにちょっと思ってたんだけども、うんはいはい、まあ、なかなかね、そう思い通りにいってないんだろうね、トレードの方も、うん、でもまあこの度ね、巨人の松原、西武の若林という、はい、まあ、外野手同士の交換トレードだからだよね。ね、松原選手29歳と、うん、若林選手は26歳、はい、はい、ですが、まあまあびっくりはしましたね。まあそうだね、や、うん、でもね、やっと松原出してもらえるんだっていうような、チャンスをもらえるんだっていうようなね、うんうん、まあそんな感じがして、うん、でワクワクしてる。なるほど、うん、それと松原の能力を考えると、うん、で西武で一番足りない部分っていうのは、うん、やっぱり一番バッターだし、うんうん、そのしつこさであったりだとか、出塁の高さであったりだとか、うん、まあ松原守備もうまいし、うん、まあ走力もあるということで、うん、まあ非常に一番にハマってくれると、これは願ったり叶ったりのトレードになるかなっていうようなね。ねえ、そんな感じがするんだよね。ねえ、もう2021年はね、135試合に出場して、うん、打率2割7分4厘、はい、はい、12本塁打、37打点、はい、15盗塁ということでね、うん、まあ十分ね、そのぐらいの力は持ってるし、まだ、うん、でね、これは阪神のもうリーグが違うから、違うようになったから言うけど、坂本がキャッチャーの、松原が巨人に出てなくてよかったって言ってたんだよね。巨人に出てなくて、いや、メンバーとして、あ、試合に、試合に出てなくて、なんでって聞いたら、うん、あの子が何を待ってるのか一番わからないって言うんだよ。一番抑えにくいバッターだったって言うんだよね、うん、読みにくいということね。そうそう、うん、で今年のオープン戦とかも使われてて、ね、で、あ、今年巨人が松原使ってくるんだったら嫌だなっていうことは教えてくれてたのよ。なるほど。でもこれはなかなか言えないことだから、うん、まあもうリーグがね変わったから言うけども、うん、いや、そのぐらいやっぱりね、感性豊かな、うん、非常に選手なのよね。ね、いや、だからまあ西武にとってはね、いい選手を取ったなというような、うん、よく巨人も出したなっていうふうに思うけども、うん、ね、まあ巨人ではなかなかね、もうチャンスもないというような、なんかここのね、ここ数年というかね、うん、その22年、3年というふうにね、そうだね、2年間、ちょっと試合出場が少なかったですけれども、はいはい、一方ね、まあ一方、若林は、若林選手ね、もう、これ、辻監督の時に、1年目から抜擢されてね、うん、1番バッターに、42試合で20個走ってんだよね、盗塁。44試合ね。44試合で20個か。もうダントツだったよね。いや、そうそう。で、もうそれも5月ぐらいに膝を壊すまでに、そうそう、怪我してね、まあそのぐらいの気力をね、うん、打ち立ててたんだけども、もうその時でも打率2割7分8厘2本塁打、うん、10打点そう20盗塁そう、すごいね。いや、だから一番同士の、うん、まあまた外野手同士の交換トレードかなっていうような感じもするし、うん、ただ若林がやっぱこう膝の状態がどうなんかなっていうのがあって、うん、なかなかこう1番に定着しなかったりだとか、うん、まあ、3番に入れたらホームランを打ったりだとか、うん、まあいろいろこう魅力は詰まってる選手なんだけど、うん、怪我からどうしてもその自分の野球のリズムが悪くなってしまったよね。ね、まあ、今季はね、開幕スタメンだったということで、はい、19試合は出てたんですけどね。うん、いや、だから一番バッターとして確立されそうだった若林、うん、これは怪我をして、まあ、リズムをなくす、うん、まあ、松原っていうのも左で一番バッターでね、うん、なんかこう自分の地位を作るかなと思ったら作れずに、まあ、お互いがトレードになったというね、うん、まあ若林はまだ若いしね、26歳ね、ね、うん、でなんでハーブティーを飲むとかなんとかって言ってたな、若林は。唐突だけどあれよね、豊さんルーキーの年、そう、1年目の時にね、うん、20個盗塁してる時ぐらいに、うん、ちょっと対談があったんだよ ね、 ね、まだその時はコロナだったから、うん、リモートでやったんだけども、うん、
でその時になんかハーブティーを非常に飲むんだと。なんかリラックス法は何かって話してね。そう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 、うん、で寝る前にこうそういうものをね、うん、こう飲みながらみたいな。なんかね。いやだからカップをあのプレゼントするよっていうような話をしてたんだけどもね。買って用意してたんだけどね。いや買って用意してた、まだあると思うけども、うん、これまあジャイアンツに来たらもうあの渡しやすいしね、一軍に行ったらちょっと渡しに行こうかなとか思うけども。そんな都合ね、アーブティーのカップね。いや、うん、あれから怪我したからさ、そうなんですよね、ちょっと私損ねたというかね、うん、あれだったんだけども、でもまあその時のね、まあ、印象っていうのは、うん、まあ、自分をしっかり持ってるし、うん、自分の野球っていうのが、うん、まあ、こういう野球だっていう、まあ、例えばその塁に出たら走るとかで、まあ、1番バッターでも粘り強くやっていくという、うん、だから出塁率もよくて、うん、まあ、率もある程度高かったんだよね、うん、で怪我とともにちょっとダメになったんだけども、だからその野球が今じゃちょっとできなくなってんだろうね。なるほどね。だから出たら走るっていうこともなかなか、まあ膝との相談もあって、うん、やってんのかなっていうふうに思うし、ね、でもねこれ2人のトレード、うん、明確なのは松原の1番だよね。なるほど。多分西武はやっぱ打てないで悩んでる、うん、で松原っていうのは打てるっていうことを見込んで取ってる。でそれも西武ではやっぱり一番バッターがずーっと鍵だったんだよね、うんうん、秋山が抜けてから、ね、その時に若林がポッとハマったんだよ、うん、でやっと一番バッターができたなっていう、うん、その時に故障して、また一番バッターを失うような形になって、そこに松原っていうことだから、うん、松原はもうね明日からでも一番、うん、ライト松原で行くと思うよ。もうね、いろいろな声があってね、うん、西武の救世主になれっていうようなね話も出てるんですけど、まあそうだね、うん、だからやっぱ働きやすい環境にはあると思うし、うん、そういう状況を作ってくれると思うよ、うん、まあ、それと一番にはまっていくとやっぱり松原という存在感が増してくるね、うん、あの存在価値が生まれてくる、うんうん、だから本当に頑張りがいがある、うん、それと逆に若林だよ、うん、どこでどう使うのかっていうことだよね、うん、まあね、うん、若いのとあとは足、あとはね、うん、まあ足と右バッターっていうことがあるんだよね、うん、だからさ丸が今絶好調でやってるけども年齢考えると少し休ませたい時もあるという、うん、でセンターヘルナンデス、うん、でレフトがね、まあ立岡が今非常にハマってるけども、うん、まあ左ピッチャーが来た時に若林を使うとか、うん、まあ、右バッター不足は確かなんだよね、うん、まあ、でもヘルナンデスが入ってねそういうことも感じさせないし、うん、だからどうやって使うんだろうかなっていうのはあるね。なるほど、うん、まあね、あのチームの状況によってどういうふうになっていくかっていうのはまたその時その時でも違ってくるとは思うんですけれどもね、うん、まあでもね気持ちがやっぱこうしっかりしてる、うん、両選手だからね、うん、まあ松原っていうのはああいうこうすっとんきょうなところもあるけども、うん、いや本当に野球っていう風になればこうなんて言うんだろう、感性豊かというかさ、うんうん、まあ、非常に、まあ、阪神のキャッチャーの坂本がね、うん、嫌がるぐらいの、うん、まあ、感性の持ち主で、うん、まあ、非常に活躍が期待されるなっていうふうには思うよね。ね、まあなんか本人にはね、で前日までちょっと知らされてなくて、うん、知らない番号から電話かかってきたら編成の人で、まあ、驚きが一番だけれども、うん、やっぱ野球の不安というよりやっぱチームの流れとかそういったところにちょっと不安を感じているような面はあるみたいですけれども、うん、松原、まあね、うん、チャンスと思って思いっきり頑張れっていうふうな言葉をいただいたのでね、チャンスと捉えて一日でも早く馴染んで一試合でも多く勝ちに貢献したいというふうにコメントはありますけれども、基本的にね、うん、西武ってすごくこう仲間意識が強くてね、うんうん、でやっぱりみんなで行こうぜみたいなことはあるわけよね、うんうんうん、だから松原みたいなタイプっていうのは、うん、多分ねすぐ溶け込んでいけると思うし、また松原の性格もやっぱそうやって可愛がられる、うん、まあ性格だから、うん、松原は本当にチャンスだ、ね、本当良かったなと思うぐらいの、そうですよ松原選手、いや本当にもうね、だから自分の力を信じて頑張れと、うん、いうことを言いたい。で若林、うん、ね、
割と自分の我が強いっていう選手なんだよね。で自分は我が道を行くという、うん、まあ、それではジャイアンツではなかなか厳しいところはある、うん、まあ、だけどあなたの能力が1年目のあの能力が本当にあなたの能力だし、若林の能力だし、だあれが素直に出せるようだったらそれはもうレギュラー取れるよ、うん、レフトのレギュラーが、うんうん、だからまあお互いチャンスだしね、まあ、頑張ってほしいなって思う。なんとなく外から見てるイメージ、ジャイアンツのチームのイメージと西武のイメージ全く違う感じがするんですけど、うん、全く違うね。ね、またそこもね、お互いそれぞれのチームしか知らず行くので、うん、またそれもいろいろと新しい環境でね、刺激もあるかとはと思うんですけど、だから松原に言っておくのは金髪にしないでほしいなと思うよね。なんで金髪なの急に。やっぱね、チャラげたような感じは出さない方がいいよ、うん、絶対に後派でいてほしい、後派でいてほしいし、やっぱ一番を務めて、うん、やっぱこうジャイアンツの伝統っていうのがあるしね、うん、そういう重みっていうのは俺はね、やっぱせっかくさ、うん、身についたものだから、うん、それはね貫いてほしいなと思うよ ね、まあ、それがね、うん、持ち味というか自分の中のねいい部分であってほしいということですね、うん、そうだね、うんうん、はい、だからまあでもね、非常にいい有意義なというか、うん、有意義になるだろうなというような、うん、まあ、トレードだったというふうに、まあ、期待もしてるし、うん、まあ、お互いが本当にチャンスをもらえるなっていうような感じのトレードだから、うん、まあ、本当に期待してますね、うん、もうなんかこの、ね、発表があってからなかなかこうザワザワザワするようなトレードでしたけれども、まあ、はい、まあでもね、お互いが本当に活躍できれば、うん、本当に力になれるような選手だし、うん、2人ともね、だから今後の活躍はもう見とくから、でもうお互い必ずベンチに入るわけだから、うんうんうん、ね、だからもう力を発揮して頑張ってほしいと思います、うん、ね、またこのタイミングっていうのも良かったのかもしれないです ね、まあ、そうですね、このシーズンまだ序盤ではないかもしれないです。まあ、ね、まあ、まあでも交流戦終わったらね、何ら、うん、かの形の動きはあるだろうなっていうような、まあそんな感じはしてたけどもね、うん、まあでも松原も良かったし、若林もね、うん、チャンスをもらえるだろうから、ね、まあ、頑張ってほしいと思います。新天地での活躍を期待します。はい、はい。